どうもライズです。今回はグダグダ本能寺ファイナルに、登場するバーサーカー、柴田勝家、これを魔王信長短期で倒してみたいと思います。はい、毎ターン、防御力&攻撃力アップしてくる、まあ、あのバーサーカーですね。めちゃくちゃ強いなと思ったんですけど、今回はこの霊槍を使って、倒します。アトラスの、緑子自身に防御無視状態を付与&バーサーカーへの特攻状態を 40% 付与っていう、いやまあ最近ねこの霊槍を突ったんですけど、あまりにも強くてちょっとやばいですよね。これ 40% ですよ。ただのあのガチャさん霊槍で半端がなさすぎる。はい、で、短期やっていくんですけど、魔王信長、まあ、レベル70で、まあ、正直ちょっとね育ちきっていないんですけど、まあ、スキルもちまちまだし、だけど短期性能自体はあるんですよね、間違いなく。ただこの、フィールド状態をじゃなくてやけど状態を付与3ターン、このデメリットがだいぶ足引っ張るので、あれつけました。キュア。コードキュア。この、コマンドコードか。はい。これつけて、まあ、耐えて、勝ちたいなと、思います。それでは、行こうかって。さて、始まってまいりました。天魔来たりて、六天目指す。我行くは、神仏行きし無人の衝動。さすが魔王信長、めちゃくちゃかっこいいセリフですね。この魔王信長に短期性能があるっていうのは、この第一スキル、これが3ターン攻撃力アップするので、はい、それが大事、まあ、攻撃力アップ。そして星、これも出してくれるので短期では重宝します。では攻撃でいきます。コードキュアあるからこれで弱体解除できる。で特攻がめちゃくちゃかかっているから半端ないダメージが出る。そしてレオニダスを倒してもらいます。いくら防御力アップしてもこっちにはアトラスの緑号があるから無視して攻撃できる。これワンチャンノーダメで倒せる気がしますね。ちょっと使っちゃうか。まあ無敵スキル、これ使ってバスタークイックアーツでワンチャン、これで NP が 100% 溜まるんだけど、おお、やっぱ半端ねえダメージ出るんだけど、いやーすげえな、これが魔王の中。これやっぱノーダメいけるでしょ。ちょっと待って、回避して工具使うから瞬間強化からの、強が乗ったわ、許す。いけ FGO 版アスモデウス、混沌の炎に焼かれて死ぬ。どんくらいダメージ出るんかなこれ。かっけー、三千大戦天王。10万か、だいぶ出るなそれでも。えおおおおおマイガー、嘘だろ、水曜。我行くところ、あまねく怪人とキスが良い。パンダ、何あのダメージ。やばすぎるだろ。42万か。あれ、1ターンで終わらせたんだけど。半端な。これが魔王信長。まあ、特攻 100% か。ん ?140% か。半端ねえな、威力。では、ご覧になった通り。魔王信長の、まあ、性能自体は非常に、まあ、短期できる性能ではあるんですよ。
だから、コードキュアを持たせて、まあ、HP3000 減るのを抑えて、まあ、戦っていけば、いろいろとできそうですね。まあ、アベンジャークラスだから。はい。最後までご視聴ありがとうございました。この動画面白いと思っていただけたら、チャンネル登録や高評価お願いします。それでは、また、今度。